はい、どうも、いきなり僕の顔ですみません、ケイスケです。よろしくお願いします。ということで、今回はファミリー焼肉といえば安楽亭ということで、生まれて初めてやってきました。しかもランチメニューを食べにやってきました。こんな感じですね。くつろぎデザート150円、そして選べるセレクトランチ、トクトクダブル120ランチ、ビッグの180、この中から選べると。うん、いいですね。ファミリーロース、ファミリーカルビ、コクうまタン、タンタンタンということで、スペシャルランチ、なんかね、ユッケジャンスープとドリンクがついてお得で、このヘロスイールランチ、ミスジとかタンとかタンとかと、この黒毛和牛、お昼のランチでね、1980円、ちょっとね、リッチすぎると思うんですけども、どうでしょうか。そんな高いのじゃなくて、今回僕が求めてるのはこの安いゾーンのランチを食べに来ました。中でもワンコインのランチ、豚カルビランチ 80g がなんと455円、税抜き、税を足しても500円、これが本当のワンコインランチ。この横にあるカレーとかもちょっと気になるんですけども、まあ豚カルビランチを頼もうと思っております。うん、楽しみでございます。どんな来るかなと、こうやってね、鉄板を見つめながら待っていました。まっすぐ来るかなって思ったんですけども、もはや水すら来なくて、暇すぎて髪の毛で遊んでます。あ、髪色をなんかアッシュって色にしました。で、暇なんでタレの紹介、辛口タレ、辛口タレいいね、甘口タレ、そしてとろうまタレの蓋が取れました。はい、で次、この前面の方がね、これがコチュジャン、ニンニク袋に入ってるんですね。1個ずつ。臭そうですね。最高ですね。奥にはレモン汁。これ一番僕使います。ってことでね、ほんと10分以上待って、ようやく来てくれました。忙しい時間帯だったんですね。申し訳ない。でね、この500円でね、このお得感。でも、豚肉は4枚だった。せめて6枚欲しかった。ってことで、ね、早速、半分の2枚を焼いていきます。もうこれあと1回やったら終わっちゃいます。ブーブージュージュー焼きます。お箸とスプーンは鉄です。はい、まあ、そりゃそうだな、スプーンは鉄ですね。ということで、先にスープをいただきます。スープね、結構ぬるかったんですよ。悲しい。僕ね、結構熱々がいいんでね、ちょっとぬるってなってね、はい、ちょっと悲しかったです。ズルズルすすってる間にお肉が焼けたんで、ひっくり返しといい感じに、もうね、温まりすぎて鉄板がもう速攻焼けましたね。うん、この豚肉が崩れる感じいいですね。煙たい、煙がすごい、この感じがね、いい感じに焼けております。感じ感じ言ってますけども、でこのお皿にのせる、タレをのせるのを忘れていた。ということで、レモン汁、これなんか入れたらね、変な穴からすごいいっぱい出てきて、どっから出てくんねんってね、自分で突っ込んでます。はい、ってことで、いただきマックス。無難な味でした。もう豚肉って感じ。もう豚肉焼いて食べても、目が見開くぐらいの美味しさです。やっぱ豚肉いいですよね。ブタミンパワーって昔 CM やってましたから。それにしてもやっぱね、この下から撮るとね、顔がよりブサイクになる。そしてこの辛口タレっていうのをね、味変で食べたんですけど、全然辛くなくて、すごい、どちらかというと本当一般的な焼肉屋さんで置いてる甘口のタレぐらいの甘さでした、個人的には。まだ目見開いて、って言って食ってます。美味しかったです。はい、チラッとチラ見します。これスープね、先に飲みたい派なんですけどね、これ、一気に飲みすぎてね、ペース配分間違えました。あと豚肉が2枚しかないので、これ残しとかないとね、ご飯結構余りましたね。この時の私はまだそのことを知らないと、ごく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 と先に飲まないといけないみたいな、何の使命感に駆られてるのか、一気に飲んでしまった。やってしまっているぞお前。そして店員さんが気になる。そして眼鏡を直して、キムチがなんか韓国産のがなくなったと
ということで、中国産のキムチを使っておるそうです。うん、まあ、ぶっちゃけわかんないですね。うん、美味しかったし、うんってうなずいてます。結構辛めで酸味も少ない感じで僕好みの味でした。ちなみにキムチ市販で売ってるやつで一番好きなキムチはホームスーパーのキムチが今のところ一番好きです。ということで、もう残りが2枚しかない。これはもう焼いたらラスト焼肉。うん、ということで綺麗に焼けたよ。もうこれめちゃめちゃ美味しそう。これのこの豚肉の油とタレを絡めて、この残り2枚を使ってね、このご飯にのせて油とこのタレをなじませる。そしてケイちゃん特製豚丼を作ろうと。もう1枚はレモンにくぐらせて、どうでしょうか。めっちゃこれ美味しそうじゃないですか。キムチのせて、で結局タレまたかけんのかいっていうね、コクうまダレってやつをかけて食べます。うん、ボリ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 言わないか、かき込んでますね、男ですね。でこれね、豚とキムチを合わせてセルフ豚キムチ、これもかき込みます。いや美味しい。うん、やっぱ豚とキムチってなんでこんなに合うんですかね。うん、メガネもずれる美味しさ、最高です。これ最後ね、ヤンニムっていう、これなんだろうね、ラー油みたいなすごい辛いやつ、これをいっぱい、これいっぱいでもないか、まあ一杯はいっぱいですね。うん、これをお肉に乗せて、なんか一粒だけ豚の上に乗ってた、これ大きな一口でわんぱくアピールをして食べます。わんぱくだぞって、うん、すごい顔してる。ちょっと辛いのかな、まあ意外とあんま辛くはなかったな。うん、結構なんかなんだろう、スパイシーな、うん、すぐスパイシーっていう、美味しかったです。うん、ラー油みたいな味でした正直。うん、ラー油でいいんじゃないかなっていう、ヤンニムってなんだっていう、ちょっと迷っちゃいますよね、なんだヤンニムってってなるんで、ラー油って書いてて欲しかったなっていう感じです。でもうご飯余りすぎたんで、最後タレ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 ご飯、はい、必殺のタレご飯。本当にあの時スープをね前半で飲まなければこんなことにはならなかった、うんと、ちょっと後悔しながら食べてます。まあでもタレご飯も美味しいですから。最後にこのね、プルプルの杏仁豆腐。杏仁豆腐ね、たまにあのナタデココとかと一緒に入ってるあのタイプのなんかカッチカチのやつはあんま好きじゃなくて、これ結構ね滑らか杏仁豆腐でうまい、美味しいねって嬉しそうに食べております。うん、なんかこの定食で一番美味しかったのはもしかしたら杏仁豆腐だったのかもしれない。いやでもな、豚も美味しかったな。うん、いやでもやっぱ杏仁豆腐が一番美味しかったかもしれない。ごちそうさまでした。ということで、綺麗さっぱり食べました。豚カルビの500円の定食。いやすごいですよね、500円ちょうどでこんだけ。うん、ほんと強いて言うならあと豚肉6枚にして欲しかったなってぐらいですね。ってことで、最後にこれ初めてやってみたいなと。これ何なんですかね、子供の頃から見ててやったことないんですけど、なんか100円入れて運勢がどうのこうのってやつ、僕カニ座なんでカニに合わせてここの100円のところに入れると入れますよ。あれみたいな、100円が放り出された、なんで、もう一回もう一回出てくる、うん、何か設定があるのかい、これもう一回もう一回入れてみよう、ダメだ、これどうやって使うの、誰か使い方わかる人いたら教えてほしいです。いつかこれをやってみたい。